吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。今回はエーハイムアクアコンパクト2005後編です。前編では開封と組み立て設置を行いました。果たして水流と稼働音はどれぐらいなのか。はい、45センチ水槽でございます。新しくオールガラス水槽を新調しました。すでに水を入れて最低水栓以上に入れています。水の流れを見るためにジェクスの透明なホースを使っています。呼び水はいらないようなので早速稼働させていきたいと思います。参ります。スイッチオン。おお、今ここのホースに水が入ってますね。シャワーパイプからはもう少し出てます。水槽の横に設置してるんですが、どうかな。入ってますね、今ホースから。少し時間はかかってるようだけど、あ、それでも結構早いわ、始動する速度いいですね。やっぱりこれ呼び水いらないです。水槽の横に設置して使うことができます。上から見た様子です。現在は流量最大です。シャワーパイプの穴が小さいので勢い増すかなと思ったんですけど、こう指当てても痛くないのでそこまで強くないです。こちらが流量最小です。説明書でも書いてあったんですけど、全部ゼロにしちゃうとインピュラーに負荷がかかるので少しね出るようになっているようです。今流量最小にしてるんですけど、音とても静かです。最初にするとねボーってなるのがあるんですけど、これはそれがないです。流量最大にしても本体に振動はないです。やっぱりインペラーが水槽にあるからこう振動しないね。だから安定感もあります。続いて突出口をジェットノズルに変えました。おお、今流量最大です。なるほどね、これだとこんな感じでまた違った環境を作り出せることができるね。流量最小だとこれぐらいです。これだとかなり水流が弱くなると思うんで、ヒレの長い魚でも買えそうですね。何もつけないパターンです。今流量最小。あ、これすごい弱いね。なるほど、めちゃくちゃ水流が弱いパターンも作れるんだ。こちらが流量最大です。ちょうどいい水流だね。強すぎないから小型水槽で使いやすいと思います。はい、今音を聞いてもらいましたが、とても静かだと思います。流量最小だと空気の音が聞こえるので、ネルヒアで使う場合は流量最大で使った方がいいと思います。今まで検証した小型外部の中でトップクラスの音が静かだと思います。さすがエーハイムだね。続いて水流、かがたスポンジを入れてました。現在はノーマル仕様で水面から出して流量最大です。動いてるかがたスポンジと動いていないのがあるので程よい水流が起きてそうです。突出口付近の様子、ビニールテープがたなびいてます。真ん中は少し動いてます。右はあまり動いてないです。左もそんなに動いてないです。なのでそこまで水流は強くないです。突出口付近は強いんですけど、全体的に緩やかな水流が起こってる印象です。続いて流量最小、突出口付近だけ動いてるんですけど、他のかがたスポンジは静止してるので水流弱いと思います。あと水面も揺れてないから油膜発生するかもしれないです。突出口付近の様子、ビニールテープが少したなびいてます。真ん中は動いてないです。右も動いてないです。左も動いてないです。なので水流とても弱いです。餌やるときはこっちの方がいいかもしれません。続いて水中に沈めて流量最大です。水面付近は揺れてるね。突出口付近の様子、ビニールテープがたなびいてます。真ん中は少し動いてます。右は動いてないです。左は少し動いてます。なので水流の弱いところと強いところあります。ほとんど小型スポンジが静止しているので、水中に沈めてもそこまで強いってことはないです。流量最小です。あまり変わらないね。
突出口付近の様子、ビニールテープがたなびいてます。真ん中は動いてないです。右も動いてないです。左も動いてないです。なのでとても水流弱いです。餌やる時以外は流量最大で使った方がいいと思います。続いてジェットノズルを水面から出して流量最大です。水面付近は結構揺れてるね。突出口付近の様子、ビニールテープはかなりたなびいてます。真ん中は少し動いてます。右も少し動いてます。左も少し動いてます。なので緩やかな水流が起こってます。全体的にこれめちゃくちゃ強いってことはないので、いろんな生態に使えそうです。続いて流量最小。最小にしても水面付近は揺れてるね。突出口付近の様子、ビニールテープは少したなびいてます。真ん中も少し動いてます。右は動いてないです。左も動いてないです。なので水流弱いと思います。ジェットノズル使っても洗濯機状態にならないから、水草水槽でも問題なく使えると思います。続いて水中に沈めて流量最大です。角型スポンジが動き出しました。突出口付近の様子、ビニールテープがたなびいてます。真ん中も動いてます。右はあまり動いてないです。左は少し動いてます。水面付近もかなり揺れてるんですけど、下の角型スポンジが動き出したんですよ。なのでこのパターンは一番水流が強いと思います。角型スポンジが全部動いているので、このパターンだとヒレの長い魚厳しいかもしれません。続いて流量最小。ジェットノズルを沈めても水面揺れていないね。突出口付近の様子、ビニールテープが少したなびいてます。真ん中はあまり動いてません。右側も動いてないです。左側も動いてないです。なので水流とても弱いです。突出口付近は水流弱いので、餌やる時以外は流量最大で使った方がいいと思います。このパターンだと下の角型スポンジが動かないので、流量最大最小とか、まあ流量中間で使ってもいいかもね。生態によっては最大だとヒレの長い魚厳しそうなんで、まあ、様子見ながらダイヤルで微調整すればいいと思います。続いてシャワーパイプを水面から出して流量最大です。角型スポンジが動き出しました。突出口付近の様子、ビニールテープが少し動いてます。真ん中はあまり動いてないです。右側は動いてます。左側は少し動いてます。なので全体的に緩やかな水流が起こってます。角型スポンジがシャワーパイプのないところに集まっているので、水流の弱いところと強いところができてます。そして意外とね、そんなに水面揺れてないんですよ。もしかしたら油膜が発生するかもしれないです。それと勢いがあんまりないんで、気泡が水槽の中をたくさん覆って観察しにくくなるってことはないです。勢いあるやつだとね、ものすごい空気の泡がたくさん出て水槽の中観察しにくいんですけど、これはそういうことがないので、シャワーパイプを水面から出しても問題なく使えると思います。続いて流量最小です。角型スポンジがほとんど動いてないです。突出口付近の様子、ビニールテープが少し動いてます。真ん中はあまり動いてないです。右は少し動いてます。左は動いてないです。なのでとても水流弱いと思います。それとね、音がとても静かです。水面から出してても。続いて水中に沈めて流量最大です。角型スポンジが少し動き出しました。突出口付近の様子、ビニールテープがたなびいてます。真ん中は少し動いてます。右側も少し動いてます。左側も少し動いてます。なので全体的に緩やかな水流が起きてます。停止してる角型スポンジもあるので、そこまで強いってことはないんですけど、ヒレの長い魚でも問題なく買えると思います。あと水面も揺れてないので、このパターンだと油膜が発生する可能性が高いです。続いて流量最小です。最小にしても角型スポンジ動いてるね。突出口付近の様子、ビニールテープは少し動いてます。真ん中も少し動いてます。右側も少し動いてます。左側は動いてないです。なのでとても水流弱いです。もう水面も揺れてないし、下の方も揺れてないんで、これだと苔が入るかもしれません。だから全体的にどのパターンでもこうめちゃくちゃ水流強くなるってことはないので、とても使いやすいと思います。弱すぎることもないので、小型水槽で使う分には程よい水流で使いやすいと思います。このフィルターは利点と欠点があるので、それについて語らせてください。まずこう全体を見ましても、フィルターの主張が少ないよね。水槽の中にインペラがあるんですけど、このとてもインペラの主張が少ないと思います。ジェックスとかだったらね、結構ごつかったんですけど、小型水槽に設置することを考えて US スペースを確保しています。だから水草水槽でもとても使いやすいと思います。しかもここ隙間ないんですよ。だから小型毛は挟まる心配がないです。そしてストレーナーの上につけるこのエクステンションストレーナーってやつが4個付属してるんですけど、この水槽の高さに応じて簡単に調節できるってのはいいですね。しかもこんな感じで水槽の横に置いても読み水がいらなかったんですよ。本当にね、電気入れるだけですぐこうシャワーパイプから水が出たんで、初めての方でも苦戦することなく使えると思います。さらにこの水槽の横に置くことを想定したら、このホースね、10センチぐらいでいいんですよ。ホース内の汚れっていうのは気にする必要がないと思います。本体の高さが高いのでホース短くできるんだよね。エーハイムのシリコンチューブはこう透けてないんですよ。だからホースの中洗えないなと思って、それを欠点で言おうと思ったんですけど、もうこれしかないから、逆にこのシリコンチューブでもいいかもしれないですね。これね、シリコンチューブっていうのはつけやすいんですけど外れにくいんですよ。だから着脱が簡単なジェックスを私はつけたんですけど、ジェックスのホースないわって方はこのエーハイムのシリコンホースでもいいと思います。長さが短いから、ここだけ汚れたとしてもそんな致命的なことはないと思います。
それと突出口のパーツの着脱がとてもしやすいです。今ストレンナーパイプを使ってシャワーパイプをまっすぐ設置してるんですけど、こんな感じエルボーを使って水量を壁に当てることもできます。だからヒレの長い魚にも問題なく使えると思います。しかもこの流量調節のダイヤルが微調節しやすいんだよね。で、音もなくて振動も少ないからとても機能はいいんですよ。ただ少し残念な点がありました。致命的な欠点が一つあって、それはインペラー部がネジです。プラスドライバーでネジ開けたり閉めたりしなきゃいけないんですよ。だからそれがちょっと面倒なのと、コメントでもいただいたんですけど、ネジ頭がすごく柔らかいんですよ。だからプラスドライバーでこうやってるうちにネジ頭がこうバカになってね、もう使えなくなると。しかもそのネジがね、こうぐる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 こうなんていうのかな、このプラスチックを削り取ってね、こう閉めるタイプなんですよ。だから何回もこう開け閉めしてるうちにだんだん穴が広がって、こうカバーがねつかなくなるっていう恐れがあります。だからインペラがこうネジじゃなくて、こうなんかネジを使わずにこうガチャってなるような仕組みだったらよかったです。あとは枠なし水槽しか使えないんですよ。このフレーム水槽に使えたらなお良かったんだけどね。今までの小型外部ってフレームとフレームなし両方使えたんですけど、これはフレームなししか使えない。こう箱にねでっかく書いてて欲しかったんですよ。細かいことなんですけど、これ初心者用に作られた小型老化機なんですけど、こんな感じで説明書に文字が多いんですよ。専門用語も多いので、多分初心者の方読まないと思うんですね。ジェックスみたいにイラストが多くて文字が大きければ見やすいんですけど、もうね、めちゃくちゃ文字たくさん書いてあって、もう読む気しないんですよ。だからもうちょっとね、こう初心者でも読みやすいような説明書を作ってくれればよかったなというふうに思います。あと最低水位線と突出口の距離が近すぎるんですよ。ここが最低水位線で突出口ここだから、ちょっと水蒸発したら空回りする可能性あるんですね。だからもうちょっとこう最低水位線を下にしてくれれば使いやすいです。最低水線以上にやろうとすると水面からもう5センチないぐらいなんですよ。だから結構ね、水槽に水入れないといけなくて、さっきの水量検証みたいにこいつね沈めようとしたらめちゃくちゃもう水満水ぐらいまで入れないといけないんで、そうなると結構魚の飛び出しとか怖いよね。あとね、この綺麗なオールガラス水槽にこの緑のバケツ合わないと思うんですよ。このせっかくさ、このグレーのパーツで統一してるんなら、70周年クラシックフィルターみたいにここもグレーだったら統一感が出てよかったかなと思います。ロザイバスケットないんですよ。だからこう直接ねロザイを入れることになるんですけど、やっぱりこう小型なロザイバスケットあった方が初心者の方はやりやすいと思います。あれ取っ手付きでね、自由にこうカスタムできますし、これクラシックフィルターと同様で入ってないんでね、洗う時にこう全部本体のこう出さなきゃいけないんですよ。だからちょっと効率悪いと思うんで、できればこう取っ手付きのロザイバスケット2段か3段小型のやつあれば、生物バクテリアを死滅させずに水替えできると思うので、直接よりかはバスケットあった方がいいと思います。あと本体の水がないことを確認してから電源入れてくださいって書いてます。最後の原理のやつは本体に水があってもいいんですけど、これの場合は全部水抜かないといけないらしいです。そうしないと始動がうまくいかない。要はその本体に水がある状態でこう電源ボタンを押すとなんかうまくいかないようです。説明書にはそう書いてあるんで、ね、クラシックフィルターは別にそれできるんですけど、だから毎回こうメンテとかするときにね、こう全部水抜かないといけないのが面倒なのと、もしくはこのホースだけこう着脱できればよかったね。あとここホースね、クリップなんですけど、これナットの方がいいと思います。ストレーナーも惜しい点があって、まあ先ほどの通りこう隙間はないんですよ。だけどこう穴が大きいんですね。だから稚魚が入り込む可能性があります。水流程よいんだけど、グッピーではちょっと厳しそうです。稚魚を産まない小型魚には使えるんですけど、まあ、よくね増えるような生態、あとエビにもね厳しいと思います。こう吸い込まれる可能性あるんで。利点もう一つありました。 L と R って書いてあるんで、どっちが給水でどっちが排水かわからないかなって最初思ったんですけど、ここ一体になってんで間違いようがないんですよ。交差すればさすがに間違うんですけど、こうまっすぐつける分には間違わないので、まあ初めての方でもこう給排水パイプ逆につけるってことはないと思います。ということで最後の方はボロクソ言ってしまったんですけど、機能すごくいいんだよね。だけど惜しいというので、私はあまり好きではないです。コメントではこれすごくいいですって方もいれば、インペラーブ洗えないならダメだなっていうことで意見が分かれてました。だからこの辺を改良してくれればもっと化けるんじゃないかなと思います。以上、アクアコンパクト2005後編でした。ありがとうございました。バイ。